お客さんを楽しませたいっていうのよりもこういうことを表現したいという方が勝った映画だったと思いますえ君たちはどう生きるかとそのえ某は恐れているっていうのをちょっと比較してお話ししていきたいですねこれはねエディプスコンプレックスって何なのかというと えー、お母さんに対して性的な,、えー、性的な感情を、えー、抱えてしまうというそういうのをエディプスコンプレックスっていうんですよお母さんからの呪縛がもうずっとねその主人公の某を苦しめてるわけですよホラーを利用して作った映画なんでもうあなたたちの求めているアリアスター監督はもういません皆さんが愛してくれたアリアスターはもういない立てよ国民目覚めろ国民 某は恐れているというのはエンタメからアートに振り切った映画だと僕は思いましたこれポイントですで、えー、見てお客さんを楽しませたいっていうのよりもこういうことを表現したいという方が勝った映画だったと思いますでこの映画はそのアリアスター監督にとっての「君たちはどう生きるか」でもあったというのふうに思っていてでエディプスコンプレックスを強く感じるこの冒険探は「 えー、実はヘレディタリーよりも前から作られていたって書いてあるんですけど、えー、そのなんで前から作られていたのかっていうのはこの次に話すんですけど、えー、君たちはどう生きるかとその傍、えー、は恐れているっていうのをちょっと比較してお話ししていきたいですねこれ共通点がありまして一つは、えー、自伝要素がものすごく強いという作品なんです君たちはどう生きるかは宮崎駿の幼少期の思い出 思い出っていうかトラウマっていうかそういう体験とかが元になってるわけです例えば子供の時に宇都宮で空襲を体験したとそのシーンが冒頭のシーンになってますしとても裕福なお坊ちゃんだったというところもなってますしまあ君たちはどう生きるかはもう半年ぐらいかけてずっと喋ってきたんでその時の動画見てもらえたらわかるんですけどものすごく宮崎駿の自身の体験とかが入ってるわけです自伝なんですねあれは で、今回の「某は恐れている」っていう映画もアアリアスター監督の自伝要素がもすすごく多いんですそういう意味でね、あの共通点がありますもう一つは「エディプス・コンプレックス」って書いてるんですけどこれはねエディプス・コンプレックスって何なのかというと、えー、お母さんに対して性的な,、えー、性的な感情を、えー、抱えてしまうという、えー、子供が、えー、子供が多いんですけどね。 子供の頃が多いんですけど、えー、そういうのをエディプスコンプレックスって言うんですよ。これは宮崎駿がまさにそうで、えー、お母さんを、えー、君たちはどう生きるかでは、お母さんっていうのはいっぱい出てくるんですよね。で姫もお母さんだし、キリコもお母さんだし、で、ナツコもお母さん、お母さん3人も出してですよ。で、あ <laughs> の自分の直系のお母さんを、 異世界の中で幼女にして自分と同年代ぐらいの幼女に変身させて最後抱き合うんですよお母さんとお母さんと抱き合いたいじいちゃんなんですよ宮崎駿は宮崎駿っていうのはもうお母さんと抱き合いたかったんですよねそんな変なことやってるわけですこれ何かというとお母さん宮崎駿のお母さんの宮崎佳子さんっていうのは まあここにちょっと見えてる宮崎駿の原点っていうこのお母さんと宮崎駿っていうこの関係性について書かれたこの本なんですけどこれ読むとすごくわかるんですけどとってもいびつな親子関係があるんですよ。で宮崎駿はもうお母さんにものすごくねあのそういう意味で呪いを受けててえそれと戦ってきてる人生を歩んでるとも言えるんですね。でアリ・アスター監督もこの「ボは恐れてる」っていう物語の中で。 お母さんが、えー、お亡くなりになってでその葬儀に向かう途中の道中が物語になるんですけどそのお母さんからの呪縛がもうずっとねその主人公の某を苦しめてるわけですよ。もう過剰なまでもの愛情を受けて育った某はまるでその幼児のまま大大人人になななったような大人なんですねだからあのもう子供なんですよで。もちろん童貞なんですよ。 もちろん童貞のもちろん子供子供おじさん。いその子供おじさんがお母さん、もうお母さん死んじゃったって言って、お母さんの葬儀に向かうというのが某は恐れているという映画なんですけど、ものすごいね。共通点あるんです。こういう意味で、あの初めのえっと前半の棒は恐れているの解説でお話ししたんですけど、賛否両論ってお話をしました。賛否が分かれるのは当たり前の話で。 え宮崎駿の「君たちはどう生きるかは」は今までずっとエンタメを重視してきた宮崎駿がアートの方向にボーンと振り切ったからだから今までジブリのファンですっていう人でも君たたちははどうう生きるかかにはついていいいてけないっていう人が多かったんですよねであのアリアスター監督も「ヘリジタリー継承」と「ミッドサマー」っていうのは明らかにエンタメ寄りの作品で皆さんこれで楽しんでくださいっていうサービス精神なんですけど。 今回のボーは恐れているっていうのは俺の人生をぶつけたぜっていう感じなんですよ俺の音楽を聞いてくれみたいな感じなんですよアートをやってるんですねだから宮崎駿が君たちはどう生きるかでアートに振り切ったようにアリアスター監督はもう若干37歳にして早いんですけど、えー、ヘルディタリー,ケーション・ミッドサマーっていうエンタメ方向からアートに振り切ってボーは恐れているを作ったんですだからものすごい賛否が分かれるんです 宮崎駿はもう国民的な人気があるからまだそれでも売れるんですけどアリアスター監督があのまだね「ヘレディタリーとミッドサマー」は人気なんですけど宮崎駿とはやっぱ全然違うわけですよねだからアートに振り切ったらどういうことかというとリスクがめっちゃでかいんですよ全然売れないリスクがあるんですよで実際売れてないんですよこのね「某は恐れてる」っていう映画でもめちゃくちゃ面白いんですよ だからそこを踏まえた上で見に行くともうね面白みがわかると思いますそういうもんだと思って言ってもらいたいそのヘディタリーとミッドサマーみたいなものを期待しないで某は恐れてるを見に行ってほしいそういうことなんですねそこを押さえてほしいんですよはいあであのアリアスター監督がインタビューの中でなんかお母さんとの思い出だからこのお母さんからものすごい影響を受けて あの災難に苛まれる棒を描いたわけですけどあのアリアスター監督自身のお母さんとの関係もこんな感じだったのですかみたいなインタビュー多いんですよ。するとアリアスター監督絶対どのインタビューでも「お母さんとは昔いろいろあったんだけど今では仲がいいよ」っていうそれだけ答えてるんです。いいろあったったていうところを語らないんですね であのいろんなもん読んだりとか調べたりしてもそこなかなかねたどり着けなかったんですよ。このね「お母さんと昔いろいろあった」っていうアリアスター監督のこの「いろいろあった」っていうところがこのね「某は恐れている」に出てるっていうねあの源になってるのかなと僕は思うんですけどそこね本人が明らかにしない以上はこれ表には出てこないんでわからないんですよね。でもいろいろあったっていうことなんですよ。 いろいろあったのが何らかの形でこのエディプス・コンプレックス的なお母さんのことをえもう異常にえ強く思ってしまうということに表れてひいてはえーとこの「某は恐れている」という作品にも表れているということになっていると思うんですね。あともう一つそのアリアスター監督っていうのはあのユダヤ人ユダヤ系なんですけどユダヤ人はお,かあのお母さんがものすごく過保護って言ってるんですよ。で この「某は恐れてる」っていう映画も某はものすごく過保護に育てられてこんなことになっちゃってるんですけどその,ものユダヤ人の家庭っていうのはものすごく過保護にお母さんが育てるんだとアリアスター監督は言ってるんです。まあ、みんながみんなそうじゃないと思うんですけどアアリアスター監督はそう言ってるんですだから、えー、これね過保護なお母さんでいけるじゃないですか。 あもうそんなあの汚いところ触っちゃいけませんとかあななんかあの砂とか食べたらいけませんって言いますけど今そういうお母さん多いじゃないですか。でその子あの子供があが大人になった時にそれがどういう影響に現れどう,うどういう影響になって現れるのかっていうのは分からないんですけどそれを別に否定するつもりも全くないんですけど僕が子供の時にはえ同級生があのセミ捕まえてセミ食べてるやついましたけどねセミ食べれんねんとか言って。 食べててるやついまましたけどお母さんんには全然止められてませんでしたけどねだいぶ価値観変わってきてきるんですねアリアスター監督って37歳なんですけどえ僕は今年32歳なんで、まあ、そう年代変わらないんですよで僕の同級生を思い返してみると確かに過保護なめちゃめちゃ過保護なお母さんっているんですよで、えー、と今大人になってその子がどうなってるかわからないんですけどえもしかしたらこう棒みたいになってるかもしれないと。 いうことで、えー、過保護なママにあの全国全世界の過保護なママたちにきついパンチを食らわしている映画でもあるというふうに、えー、思います、えー。この映画見てもらえるとものすごいお母さんがねダースベイダーみたいなお母さんがいるんですけどそのダースベイダーみたいなお母さんは、えー、いいお母さんなのかどうか。 ということなんですだから、えー、アリアスター監督の監督、えー、自体のお話をした時にお話ししたように人が善意に基づいてやった行動も相手にとっては違う行動に移るかもしれないというのがそこがポイントになっていてお母さんはものすごく自分の息子を愛して愛するがゆえにいろんな制限かけたりとかいろんなこと言うんですけどそれに対してこの息子の方は、えー、どういう影響を受けるのかはまた別の話なんですね。 そういうのがこの「某は恐れているで」でやってたことなんですよ。で、えー、これいつものやつなんですけど、1月20日のえっとライブ配信で僕がお話ししたこの映画とは何なのかという <laughs> とんでもない話をお話ししたんですけど、そこでお話しした内容で、映画っていうのは2つに分けられますよと。広くて浅い器の映画と狭くて深い器の映画がありますよとしました。で、これは対照的なもので、 片方は、えっと、ビジネス的で商業的で、えっと、大衆受けで、えー、マーケティングに基づいて作られた映画でもう片方はアート的で芸術的で評論家受けして、えーまあ、売れにくいってことですねで、えー、思想が入ってる映画になってますとでさっきの話で言うと「えヘレディタリー」と「ミッドサマー」はこの左側の、えー、とた多くの人に見てもらいやすいエンタメ映画なんですけどで で狭くて深い器に振り切ったのが今回の棒は恐れているという映画なんです。だから売れにくいのもまあ仕方がないともちろんですということなんです。で今まではこのヘレディタリーとミッドサマーはあのこのね広くて浅い器っていうの方に該当するためにホラーとして世の中に送り出してますからあのホラーっていうバリアをうまく利用しながら ちょこちょこ自分の作家性入れてるぐらいだったんですけどそのちょこちょこ入れてたこのカルピスのこの原液みたいなやつをカルピスソーダにしたりとかカルピスウォーターにして今まで出してたくせにそれを2本出しただけでもうカルピスの原液をこう販売していくんのが <laughs> あの棒を恐れてるなんですよ。と思ってもらえたら分かりやすいかなと。でもうねネットとか見てたら SNS でミッドサマーは好きでした。 えヘレディタリー好きでした。某は恐れてるは受け付けませんでした。面白くありませんでした。意味わかりませんでしたっていう人多いんですよ。多いけど申し訳ないけど申し訳ないけどヘレディタリーとミッドサマーはえあのアリアスター監督があの売れるためにねホラーを利用してるんですよ。描きたいのは家族の映画やけどホラーを利用して作った映画なんで。 もうあなたたちの求めているアリアスター監督はもういません <laughs> あのいませんいてないなんですよもうねわかんないですけどね今後どうなるかわかんないですけどヘレディタリーとかミッドサマーはもう一個一個の映画が完成されすぎてミッドサマーなんかもう超えれないですよ あの方向性でホラーの様相を転しながら、えー、とアリアスター監督が描きたい家族のテーマをやるっていう方向性はもうミッドサマー以上の完成度は絶対に本人でも作れないんですよぐらいミッドサマーっていうのは完成度が高くてめっちゃくちゃ面白いんですよその天井にも届いてる作品があるのにもかかわらずそれを追随するような続編は絶対に作ってこないと思うんですよ僕は で、えー、この、えー、次回作「某は恐れているの次に作る作品」の企画がもう発表されててそれ後で話しするんですけどそれはね何度ね全然違うジャンルに行ってるわけですだから皆さんが、えー、と愛してくれたもうあのガルマザビはもういないみたいな感じでもうみんな皆さんが愛してくれたアリアスターはもういない立てよ国民目覚めろ国民っていうやつです そんなぐらいもうねあのアリアスター監督はもう皆さんの知ってるアリアスター監督はもうね実はね嘘のアリアスターで「棒、えー、は恐れてる」で本性を出してきたからもうそっちの方向で行くと僕思うんですよだからあのこの右側の、えー、狭くて深い映画ばっかり作ってくる監督だと、えー、監督になっていくと思うので、えー、これがね棒は恐れてるかターニングポイントであるというふうに思ってます。はい えー、そしてですね非公式の家族三部作ということになってましてこれねな,なんとか、えー、なんとかさんっていう樋口なんとかさんっていうあの有名な人が書いたポスターなんですけどで左からヘレディタリーで真ん中ミッド様で右が某っていうことなんですけどこのね三部作えっ、ー、とアリアスター監督がこれ実は話つながってないんですけど話つながってないけどこの3つはこれ三部作ですってアリアスター監督言ってるんですねインタビューでね。 これよくねインタビューでいろろんんなとこでで言ってるんですでもみんなね意味わかんないから「あそうですか」みたいな感じで聞いてるんですよインタビューの人はねでもねこれ意味考えてみたら面白いんですよ全部家族の映画なんですよね家族と呪いの映画でヘレディタリーも家族と呪いで、えー、ヘレディタリーではあの悪魔悪魔崇拝の,あの悪魔ペイモンの召喚に巻き込まれるという、えー、家族と呪い ミッドサマーは家族を失った主人公ダニーがコミューンホルガ村という共同体に居場所を見つけて家族に迎え入れられるという家族の話そして「ボーは恐れているは母」は母親にかけられた呪いをもろに受けて幼児のまま大人になってしまった男が大変なことになるというこの家族家族お母さん呪いこれの三部作ですね これがア、えー、アリアスター監督ののののううとととここころの非公式の三部作、この関連性ということなんです。つまりは、えー、この三部作とした時にですよヘレディタリー来てミッドサマー来て某来たらこの棒でこの三部作終わりっていうことなんですだからこの家族とか呪いとかに関してのことをもう今後ね封印する可能性もあるんです。4作目で出してこない可能性もあるんです。うん アリアスター監督もまだ37歳なんで、どういう方向に変化していくかまだ全くわかんないんです。でもとりあえず一旦はデビュー作のえ長編デビューのヘレディタリーからミッドサマーを経て、某、えー、は恐れているで、これ完結したこの3本セットですよと本人が言うてるんですけども、えー、そうした時にもうこの皆さんの知っているもうアリアスターはもういないんですよね、もうこれからはね。これでもう完結ですということになってまして、 えー、そういう意味で言うと、えー、とこの「某は恐れている」を見たら、えー、ヘレディタリーを見直して、で、ミッド様を見直してみると、僕の解説を聞いてもらったら、まあ、分かると思うんですけど、家族と呪いの話になってるなということなんです。で、それを踏まえた上で、こう4作目、どんな映画をこれから作っていくのかというのを楽しみにするというのが、今のアリアスター監督のね、最新の楽しみ方になってるわけですよ。これをね、 いやあの面白がっていいきたいなと僕もね今後ねこうアリアスター監督絶対注目し続けてると思うんで4作目ものすごい大切あの楽しみにしてるしこれからも楽しみにしていくんですけどもとりあえずこの家族のねトラウマを告白するような3部作がちゃんとできてよかったねとアリアスター君ということですね。 で、えー、一番初めに言ってた「えっと、ボーは恐れているは」は実は2回目の映画化でして「えっと、ボー」っていうこの映画がね2011年にあったんですこれがね短編映画の「ボーの」の、えー、シーンをちょっと出したんですけどこれ「ボー」っていうのがありまして実はねアフリカ系アメリカ人が主人公なんですねで今回の「ボーは恐れている」はユダヤ系の主人公なんですよまあホワキン・フェニックスもアリアスター監督もユダヤ系なんですよね ウ、えー、は実はもうすでに2011年に誕生してまして、えー、家から出かけて帰ってきたら差しっぱなしになってた鍵がなかったっていうくだりはもうこの短編でもやってたんですよね。でもう結構同じなんですよ。結構同じでただ、えー、とこの短編の棒はラストシーンでこの下の画像なんですけどこの下の画像でオオカミのなんか手が写って。 あの盗まれたこの棒の家の鍵をカチャ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 してるんですけどこれで終わるんですよ。これどういうことかというと、えー、このオオカミはこれお母さんなんですけどあの全てはお母さんの手の上で起こっていた出来事でしたというこの短編映画になってるわけです。で今回の「棒は恐れている、えー」見た人は分かると思うんですけど見てない人がいるんでネタバレしないんですけど同じなんですよね。 展開は <laughs> 説明したらネタバレになるんですけど意味合いとしてはお母さんの手の上で全部なってましたっていう意味合いですよね。ここれもやってることは一緒なんで,すであのこの、えー、映画をこう僕たちは見せられてる作品がありますけどこの作品自体もお母さんの手の上で転がされてるだけでしたっていうこのね映画を見てる、えっと、僕たちは。 えー、よく言うのが「4、えっと、次元の壁を越えてくる」っていうやつですねあのデッドプールがやるやるつですよねあの,デッドプールの映画見たことないんですけどなんかあの映画っていうのを映画を見てるっていうのに入り込ませずに映画っていうのを、えー、なんていうかな映画自体の存在を意識させるような、えー、展開っていうのを「4次元の壁越えてくる」って言いますけどこの画面のこっち側にキャラクターが出てくるってやつですね。 だから実はね画面のこっち側でお母さんが操ってて中で棒が踊ってるだけっていう構成はこの短編と今回の棒は恐れてると全く一緒のやり方になっていてえ今回の棒は恐れているの,あの一番初めにあの映画の配給会社のロゴが出てくるじゃないですかで A24 のかっこいいロゴが A24 って出てきた後に MW っていうマークが出てくるんですけど MW っていうマークはこれ映画の中で えっと、ボウのお母さんモナモナえモナワッサーマンのえイニシャル MW インダストリーズっていう架空の会社が映画館映画の中で出てきますけどあれのロゴですよねだからこのボウを恐れているっていう映画自体はこれお母さんの会社が作った映画ですよみたいな感じで出してるんですよこれがね面白いであのこれってあのラストの展開もそうなんですけどあのトゥルーマンショーとかと一緒なんですよね あのジム・キャリーがややってたやつですよねあの実は、えー、と自分は気づいてなかったけど映画の、えー、登場人物だったと。で、えー、普通に自分で自分の人生生きてると思ってたのに「俺って映画の,しあの登場人物やだったのか」って言ってその映画の登場人物だったのにあのその現実の世界に出てくるみたいなのがトゥルーマンショーでしたけどそれと同じになってるんですね。4次元のかあの第4の壁を越えてくると でこの映画ってそういう意味で言うとそのお母さんがこの某を見てる映画なんですよね。で某がもういろんな困難に遭いながらお母さんのところにたどり着こうとする物語ですけどそれをね実はお母さんはねずーっとこう某がねあの困難と戦ってる間ずーっとこう見てるんですよ。某がうわーうわーとか言って裸で道路走ったりとかしてる時もこの。 空の上ではお母さんはずっとこう見てるっていうそういう意味,意味合いがあるんですよね。だからこれね初めてのお使いみたいな映画なんですよ。あの初めてのお使いあのド <laughs> レミファーソーラシードーとかあのあれですよ。あれね茶番劇でしょ。子供が あのお小遣い渡されて、なんか近所のお花屋さんで仏壇のお花買って、えー、八百屋さんに行ったら玉ねぎと人参買ってきてくださいみたいな。で、子供がやるぞみたいな感じで行ったら、絶対坂道とかでずっこけて、膝擦すりむいたりとかしたら、番組のスタッフが、え大丈夫、大丈夫って言って、他人のふりして助けて、でお母さんは、その, <laughs> あの中継でずっと見てるわけですよ、テレビのスタッフと。ああ、大丈夫かな、大丈夫かなって言いながら見てるんです。 見守ってるんですよ子供はそんなこと全然気づかないんで人生の初めてのうち一人だけの冒険みたいな感じで、えー、お小遣い握りしめてもう泣きながらお母さんのおつかいを、えー、成功させるために頑張るし番組のスタッフもそう誘導していって必ずハッピーエンドになって「よくやったね帰ってきた偉いね」って言って終わるのがあの初めてのおつかいでで最後に「ドレミファソレシド」って言ってあの盛り上がって。 泣けるみたいなあの番組ありますよねあれが「某は恐れている」なんですよ全く同じなんですよお母さんがずっとそういう立ち位置で見てるし某はずっと膝すりむいたりしながら苦労しながらお母さんのところへこう言われたように行こうとするんですよねこれねアリアスター監督が「某は恐れている」を作ったっていうのはアリアスター監督による初めてのお使いみたいなもんだと僕は思いました。 でババカバカしいいっていうところがポイントなんですよ初めてのおつかいももうなんかもう大人になってから見たらなんかまあふと感動できる時もありますけどなんかね茶番劇っていうかもうなんかデキレースって感じじゃないですか。でそれボは恐れ恐てるも同じなんですよね結局某がものすごいこんあの困難にぶち当たってもう死ぬほどの苦労してるんですけどお母さんは余裕かまして上からずっと見てるんですよ。 これ茶番劇なんですよねこのなんかバカバカしさこの茶番劇っていうところが新しいなと思いましてそこもね結構面白かったなというところで思いましたはいで最後になんですけどユダヤ人は恐れてるということでいろいろ書いてるんですけど、まあ、短編の「某」っていうのはアフリカ系だったんですけど、えー、と主人公の某を演じてる、えー、ホアキン・フェニックスはユダヤ系でしたとで、えー、ユダヤ教の中にはですね 蜜葉と呼ばれる、えー、戒律みたいなのがありまして、えー、個もあるんですでそれをね某はねことごとく破っていくんです例えば、えー、とお母さんがお亡くなりになったら葬儀は24時間以内にしなければいけないとかでも24時間以内に間に合わないとかで某は、えー、とあのユダヤ教のこの戒律の中では、えー、身内がなくなったらなんか、えー、3日か1週間かお風呂入れないっていうルールがあるんですけど いそういういの某はもうその次の日にもうすぐお風呂入っちゃうしねだからこの人ってユダヤ教でダメって言われてるこの613個の戒律をことごとく破っていくんですよ。だかかから、えー、災難が降りかかるんですよであのこれね某がかわいそうだっていう意見もあると思うんですけどそうじゃなくて実はね僕らは馴染みがないんですけどユダヤ教としては。 ユダヤ教目線で見ると某がやってる行動っていうのはそれはお前は罰を受けて当然の報いだみたいなぐらいのもう大きな罪をもういつもいつも,もうことごとくやってるんですよこの坊はねだから罰を受けてるんですよで、えー、ラストシーンに繋がっていくということなんですけど、まあ、この辺は僕がまあ詳しく話しても 仕方ないというかユダヤ教のことも僕も勉強不足なんであん,あんまり分かんないんでちょっと分かる範囲で書いてるんですけどこの辺深く掘っていくまた動画とかがもう他の YouTuber の人とか上げると思うんでそれをまた見てもらえたらと思うんですけどあのこのね短編のさっき言ってた「ボーっていうのの主人公を演じたあの、えっと、ビリー・マヨっていう、えー、人がですね2019年にお亡くなりになりましてその人がもし生きてたら これホアキンフェニックスじゃなくてアフリカ系の,そのビリー・マヨが主人公でこの長編もやってたかもしれないですよね。そうなってきたらアフリカ系アメリカ人が見た生活の中の不安とか恐怖が棒を、えー、恐れているという映画になっていたかもしれないんですよ。あの短編の長編版になってたかもしれないんですよ。でも19年ににお亡くなりになりって、 で、えーと、ちょっと1人ぐらいは有名な人を俳優に寄与しないと予算がつけにくいっていうことでホアキン・フェニックスにオファーをかけたっていう経緯があったんでえたまたまホアキン・フェニックスになったということもあるし他にもいろんな話したいことがあってあの、えー、とボウが、えー、と子供の時に出会ったエレインっていう、えー、女の子がいるんですよ。 「でエレイン」って言ったらあのダスティン・ホフマンの卒業のえと駆け落ちするあのヒロインの女の子エレインっていう名前であれを思い出したんですけど「エレイン!」って言って「うわ!」って言って最後バーって駆け落ちする映画ですけどあのエレインっていう女の子はえーなんでえーとボウがえー好きになってでボウはエレインを好きになったのかというとエレインって。 これ見た人しかわかんないんですけどお母さんと全く同じキャラクターなんですねあのめちゃくちゃ高圧的でボウはお母さんに縛られまくって生きてきたんですけどエレインもボウのことを従わせる方向で、えー、やっていくんですねだから、えー、私にキスしたいでしょキスしたかったら 10, 10数えるうちにキスしてみたいなえボウはえええそんなええっ、ー、って言ってる間に1098765って書いてて 321とかやったら棒がブチューってチューしてきて「ほらね」みたいな,なんかもうそんなね子供なのにとんでもない高圧的なもう女の子なんですよ。それはお母さんと全く一緒なんですね。だからお母さんが好きなエディプスコンプレックス的にお母さんが好きな棒は「えあこの女の子お母さんだ」と思って好きになるとかね。もうねいろんなね語りたいことはいろいろあるし例えばあの水のモチーフ。 え棒は恐れてるっていうのは冒頭のシーンで参道から出てきた赤ちゃんの、えー、赤ちゃんの主観映像棒が生まれる時の主観映像から始まるって言いましたけど、えー、お母さんのおなかの中の羊水の中から現代あの現実っていうか、えー、この世に生まれてくるわけですよね。でその羊水も水やしで途中途中で水がかなりねこの絵が出てくるんですけど。 でさらにラストシーンにもつながるんですけど、そこにも水が重要な役割を果たしていると。これ水って何なのかというとあの、お母さんの中に初め水に浮いてたわけですよね。お腹の中でね、水に浮いてたと。で、出てきた、お母さんと分離するわけです。お母さんと分離したらもうすごい世の中不安なわけですよ。もうお母さんからもう分離してしまったがゆえにも不安の毎日なんです、そのまま大人になってるんですよ、棒は。 だからお母さんの中にまた帰ろうとしてるんですよ、これはね、某は恐れてるっていうのは。これ、お母さんのね、この母体帰りなんですよね。母体帰りをこの映画にしてるともいえて、て、これはね、僕、君たちはどう生きるかの解説をしたときに、その時見てもらってた人は覚えてるかもしれないんですけど、君たちはどう生きるかは、宮崎駿による、お母さんのおなかの中に帰る物語。 母体帰りの物語だって言ったと思うんですけどここも君たちはどう生きるかと坊は恐れているの共通してるところなんですこれは作家のエディプスコンプレックスが原因だと思うんですけどえ母体帰りになってお母さんの中に帰りたいみたいな欲求これが主人公を突き動かしてたりするんですねでそこに水っていう表現が大きな役割を果たしてるんですがえそこんところも、えー、そこをとっても 語れるところがいっぱいあってこの某は恐れてるところね3時間あるけどえで4小構成になってるって言いましたねこの40分,40分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 一個一個切り取って何時間かずつ話せるぐらいの容量があるんですよだからえアリアスター監督のもうまあ結構アリアスター監督大好きな方なんですけど僕が宮崎駿ほどアリアスター監督のことが好きだったら この映画棒は恐れてるっていうのを半年かけて、君たちはどう？生きるかみたいに語るぐらいの容量があるんです。だけど、えー、まあ宮崎駿の君たちはどう？生きるか半年かかって語った結果、えー、大変だったんで、えっ、ー、と。この後はそこまではやらないし、えー、他のユーチューバーの人たちがこう。水の意味、えー、これを見れば100倍わかる。 某は恐れている水のモチーフの正体とかっていう動画あげると思うからでそっちをまたね僕もね見るしね楽しみにしてるんですけど僕の本はもうこの辺で置いときたいなといモチーフの意味を掘ればもう全く意味がないあのキリがないぐらいの、えー、と掘りようがある映画なんでまた2回目見て3回目見てしてもまた面白いと思うんですよね。 で一番ね最後にね「某は恐れてる」の好きなシーンをお話ししたいんですけどこれねまだ見てない人がいてたらあのいてても、えー、とこの好きなシーンはで一応ネタバレにはなるんですけどまあ面白さは損なわないと思いますんで話すると,、えー、とマーラ様出てきてたんですよねあのマーラ様があのマーラ様って言ってももうある一定の世代の一定の人にしかちょっと伝わらないと思うんですけど えー、一言で言うと弾痕、まあ、が出てくるんですよ巨大なそれも、えー、人間よりも大きな弾痕が出てくるんですよ化け物がその弾痕の化け物がですねもうフル武装した武装した親父とガチンコの戦いをするシーンがありまして。 そこで僕劇場でゲラゲラ笑ってたら他の人を見たら誰も笑ってなかったんですよねなんなんでしょうねミッドサマーのラローラローっていうところも僕爆笑なんですけど映画館で見たらほとんどの人笑ってないんですよねこれ海外だったらみんなバーンで受けてるんですかね僕絶対笑うとこだと思ったんですけどあのもう,だもうめっちゃでかい のが出てきて <laughs> はぁ、はあ、と思って笑ってたんですけど誰も笑ってなかったんですよねこの衝撃が一番思い出に残ったんですよなんから一番好きなシーンはそのこ一番後半の方に出てくるその化け物が出てくるあるある太くてでかい化け物が出てくるんですけどもうすごかったですあそこそこぜひ見てもらいたいそこ まさかこんな映画でそんなんが出てくると思ってなかったから、あのそれを見るだけでも,もうかなりね、もう十分ね、2000円払える価値あると思うんで、見てもらいたいなと思いますけども、最後に、最後に、えー、話しておきたいな、ね、あ、そうそうそう。で、弾痕の化け物とその軍人が戦うんですけど、弾痕の,の化け物が横にこの釜みたいな、この触角がついてて、こう釜になってるんですね。これはね、 あのそんで軍人がバーッて攻撃するんですけどもこの釜でブチーンッっ,って頭バチーンって言ってこう刺されてウォッアてなるんですけどこれ見たことあるなと思って思い返したら僕のオールタイムベストっていうのがまあかっちり決まってないけどオールタイムベストを作るとしたら絶対入ってくるであろう、えー、ポール・バーホーベン監督の「スターシップ・トゥルーパス」っていう映画あるんですけどこの映画です。これ 全く同じなんですよまさかのアリアスター監督がもう自分のなんていうかなあの,あのもうなんていうかな深層心理的なところをフロイト的なあのユング・フロイト的解釈によって生み出した暴露商法的映画と言われている「某は恐れている」を179分も用意してそれを公開したのに一番後半のいいところで。 スターシップトゥルーパーズのボス出してくるとは僕思わなかったんでびっくりしましたしかもスターシップトゥルーパーズのこの最後幼虫めっちゃでかい幼虫がこう人間の脳みそを吸ってるんですけどこの釜で人間の脳みそを吸ってるこれはえ女性の,あの大事なところがモチーフになってると言われてるんですけどえアリアスター監督はそれ逆張りしてきて男の大事な部分をあのー 象徴する化け物を出してくるわけですね。何やってるんだとアリアスターアリアスター聞いてるか？お前なマーラ様出してる場合じゃね。えぞと。もうびっくりしました。もうこれを見た瞬間にえっ、ー、ともうこのね。僕たちが知ってるヘレディタリーとミッドサマーの頃のあの僕たちが知ってた。アリアスターはもう死んだっていう。あのやつに僕切り替えパンって切り替わったんですよね。 でいう意味もあって、まあ、最後のね、この、えー、この釜でね、ピューンって頭疲れて、えー、って言って、この、なるとこはもう一番テンション上がりました。僕、大好きです、こういうの。はい一 <laughs> あで最後。最後の話。最後の話なんですけど、次回、西部劇です、えーと。家族3部作を完了させたアリアスター監督の次回作は、なんと、西部劇ということで、タイトルは、エディ・エディン・ エディントン,ン,トンで、えー、ホアキン・フェニックスは主演が決まってるということでホアキン・フェニックスのこともアリアスター監督今回めちゃくちゃ褒めてるんですよ今までねヘレディタリーにしてもあのミッドサマーにしてもそんなに褒めてないんですけど俳優のこと今回の,あの映画ではホアキン・フェニックスのことものすごい褒めてて褒めまくっててで次回作もホアキン・フェニックスにも決めちゃったそうですで あの本人いわくアリアスターいわく「六連ピストル」が登場する本格西部劇かもねとかって言ってるんですけど絶対本格って西部劇にはならないだろうと思うんですけどなんと西部劇ということでもうまさかの方向でしてでこの画像は「OnceUponAtimeInWest」の,えっとあのあれセルジオ・レオーネ監督のやつから撮ったんですけどこんな西部劇をアリアスター監督がやってくるとしたらどうなるんだと。 もうめちゃくちゃゃく楽しみなんですねヘレティタリーでもあのもド直球のもうこれホラーですよでミッドサマーで変化球のホラーでボーは恐れてるでも変化球どころかもう全然違う方向に球投げてるみたいなやつをやって今度西部劇っていう一番ねアメリカの映画史の中であの当時ね西部劇が盛り上がってた時ってもう絶大なんですよ人気がで今はちょっとね西部劇少なくなりましたけど やっぱりアメリカ映画の歴史の中で西部劇のの存在感ってもすすごい大きいんですねそれをあの西部劇の現役世代じゃない37歳のアリアスターがどう解釈してやってくるのかとそこがね見どころですそして、えー、僕がお話ししてきた、えー、とアリアスター監督がやってる家族とか家族による呪いその辺のテーマをこの西部劇にどういうふうに反映させるのか もしくは家族三部作でも完結したからそこは封印して全然違う作家性が出てくるのかここも楽しみなんですねだからこの4作目の西部劇めちゃくちゃ注目したいここでアリアスター監督がこの家族三部作を完了させてこの次どういう方向に向かうのかっていうのを決定づける可能性があるんでこの西部劇のこの4作目絶対楽しみにしてくださいはい僕の中ではえっとあのーあのー アレハンドロホドロフスキーのあのエルトポみたいなもう頭のおかしい西部劇だったら嬉しいですでエルトポは僕はウサギがむちゃむちゃあのにバーって広がってるシーンとあのなんかふんどし一丁の裸の男みたいなボスが出てくるところが僕は好きですはい で西部劇お金もかかるしねどうなるんですかね。だからお母さんからの呪いに、えっと、アリアスター監督自身が解き放たれるのか、えー、やっぱりアリアスター監督というのはお母さんの呪いを受け続けるのか、えー、ここに注目したいんですよね。以上が、えーえー、今回ね「某は恐れている」の感想なんですけども。